おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3247です。はい、今回紹介するのはですね、前回最後までね言ったと思いますけど、今回このシリーズで、ね、比較的いっぱいで、ね、買ってるね、そちらの中から新しいやつ出たということで、これをねやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと。はい、こちらですね、アークテックのナンバーはねないですけど、一応006アーミアですね、こちらをやっていきたいと思います。登場作品はこちらアークナイツですね。こちらからの立体化と。アークナイツは初か、それか二つ目みたいなね。多分それぐらいだったと思いますけど、まあこいつをね、やっていきたいと思います。で、パッケージはね、こんな感じになっておりましてね。パーツがこんな感じでね、ごそっと入ってきてるのは見えるかなと。で、色移り防止のためのね、シートみたいなのがね、巻き付けられておりますんで、まあ顔ぐらいしかね、見えない感じになっております。で、ここへの表情パーツがこうやって入ってきておりまして、もともとセッティングされているのは左目線と、一応正面目線もちゃんとついてきておりますよと。で、わかりづらいですけどね、こちら公開のね、腕部パーツとか、ここに手首パーツかな、一応こんな感じのパーツが入ってきておりますと。で、まあシリーズ共通のね、台座とかも入ってきておりますよと。で、まあ横を見るとこういう感じですね、006アーミアとなっております。で、裏がこうなっておりましてね、表情パーツに関しましては正面、左、右からのキリッと笑顔ですね。で、まああとこんな感じでね、手首パーツっていうかね、ワンパーツの交換がね、できるとかっていうのがね、乗ってきておりますよと。で、さらに横がこうで、上と下となっておりますよと。はい。では、早速ね、上から開けていきましょう。では、レッツ、オープン。はい。箱から出したのがこの形となります。アーミア本体、ちょっと分かりづらいですよね。公開のワンブパーツ、手首パーツですね。で、あと表情パーツが入ってきております。で、後ろのところにね、こんな感じでテープ止めになってますけど、説明書とかね、ここどおりもね、何かしらのもの、これは初回特典ではね、こういうものが入ってきておりますね。はい、アクリルキーホルダーみたいなやつかな。で、ここのね、水色のやつ、これ多分ちゃんとした金属ですね。それに対して、まあ、色が塗ってるっていうね、そんな感じなのかなと。で、中ですね、いつもの台座とかね、付属のね、剣とか、こんな感じのね、パーツが入ってきておりましたというふうになっておりますので、早速ですね、こちらね、ケースから出してパーツ一式ざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといつもの支柱ですね。で、表情パーツが3種類、手持ち武器、何か紐状のもの、公開の手首パーツですね。で、公開のワンブパーツと、ちらっと出しましたからね、こちらの初回特典みたいなね、アクリルキーホルダーみたいなやつ、そしてアーミア本体というふうに用意してあります。で、まず説明書ですね。説明書がちゃんとこういう風にありまして、アークテック、アークナイツ006アーミアとなっておりますと。で、サイズはですね、8分の1ということで結構デカめになっておりまして、ここのね、QR コード、これがアークテックのホームページに行くやつかな。で、こちらがゲームの方ですね。そちらの QR コードになっておりますと。で、ここですね、こちらのところにセット内容が写真で載っていると。で、中身に関しましてはね、ペラッとね、行く前にこういう感じ、先に支柱がね乗ってきておりましたと。で、中身こうなりましてね、手首パーツがこうですよ、武器こうですよと。で、表情パーツの交換方法は前髪外して今ついているやつを交換すると。腕部パーツはね、肩のジョイントごと引っこ抜いて交換しましょう。背中にこちらのパーツをつけると。で、中身に関してはね、こんな感じですね、写真集みたいなね、そんな感じかな。で、倒れてきましたけど、まあこれはね、どうしても仕方がない部分なんですかね。まあこちらね、お話もしていきたいと思います。説明書はこんな感じということで、ね、早速ね、倒れてしまった本体から見ていきたいと思います。背中のパーツですね、とりあえずこいつはね、なしの状態で、まずこの状態で本体ね、見ていきたいと思います。とりあえず正面がこちらですね。で、横ですよ、後ろ、反対側、そして上という感じになっております。で、今回こちらね、支柱に関しましてはね、特にクリップパーツはありませんので、背中に直接ぶっ刺すという感じかな。ただ腰とかね、そういうところに刺すっていうよりも、ここですね、こちらのフードのところにね、直接ブスッと支柱を刺す感じになっておりますので、こちらの紐っていうかね、これをつけてしまうと支柱をね、取り付けることができなくなってしまうと思いますんで、まあ選択式なのかなと思いますけどね。まあこの部分も説明書をね、見ながらちょっとやっていきたいと思いますが、早速ね、可動範囲いきましょう。とりあえず梱包からね、出した状態、このまんまでいきたいと思いますけど、とりあえず左右に動かすことができます。上がね、こんな感じで、下ですよと。まあ全く動かないね、見えますよと。ただこうですね、首部分に関しましてはグイッとね、こんな感じでジョイントをね、冷やすことができますんで、
ここを利用することによって上を向いたりとか下を向くことができると。で、表情パーツをね外すとね分かりますが、前髪頑張って外して表情パーツを外すと、中のこちらのジョイントですね、ここの部分でグイッとね動かすことができますんで、一応最大伸ばしてるとね、こんな感じで動かすことができます。一応通常時はね、こんな感じで押し込んでおくのが正しいっぽいんですね。まあ動かす時にはグッと出すことができますんで、可動域のね、向上ができるようになっておりましたと。で、耳ですね。ここの部分稼働させることができます。ただちょっと渋いんでね、あらかじめちょっと調整しておかないと根元からボキッといきますんでね、気をつけましょう。後ろ髪、ポインテ部分に関しましてはね、ちょっとわかりづらいですけど、ここにジョイント入っておりますんで、ここでの跳ね上げとかスイングができると。ただマックス上げてもここまでしかねいかないので、上がねもうちょっとカットになっててね、もう少しグッとね動いた方が良かったような感じだと思いますけどね。一応トーパーツとしてはこんな感じで、腕に関しましては根元ですね、このボールでグリグリ、ジョイント部分でのひねりが効きます。ここにね線がね2本入ってますけどね、ここではねロールは効きません。肘に関しましては二重関節ではありますけど、どうしてもねダボっとしてる感じで、ここの部分のね制限がありますんで、ここまでしか曲がりません。手首パーツはジョイント式ですね。ここで動かすことができる。ただここもね、かなりダボっとしてる関係でね、結構狭いと思います。で、基本的に左右共通となっておりますよと。で、ボディに関しましては、胸部ですね。ここのところでグリグリ。こちらね、ジャケットと言いますかね、ここの部分、ちょっとわかりづらいですけどね、上とかではなく、ちょっと中途半端なね、このところで動いておりますけど、ここにねジョイントが入っておりますんで、ここでね内側に寄せたり外に動かしたり広げたりっていう可動になっております。ここの部分ペロンと下がってますよね。この部分引っ掛けて破損しないように気をつけましょう。で、後ろ部分もねここでちょっと跳ね上げることができるようになっております。まあここの部分ですね、根元のジョイントの向きとかのね把握もそうなんですけど、変な感じで動かすとね、ここのところね大きく隙間ができてしまってね、見た目が悪くなってしまいますんで、一応動かすときには気をつけた方がいいと思います。はい。で、下半身に関しましてはね、ここスカート部分のねところでのロールは効かなさそうですね。一応スイングとかに関しましては胸部ですね、ここで動かす感じかなと。で、開脚前後、スカートパーツ自体はまあこんな感じですね。前方向はちょっと長めで後ろが短いっていうね。で、一応尻尾みたいなね、こちらのところがポコッとね造形されておりましたと。で、もものねっていうか、ここでのロールは一応効く感じかな。ただスパッと切れててね、ここでのひねりっていうよりも股関節部分である程度動かすことができるという感じですね。で、膝に関しましてはここでね動かすことができますよと。深く曲げてもここまでと。で、足首パーツでねグリグリ動かすことができて、つま先の可動は特になしという感じ。はい。一応基本的な可動範囲はこんな感じになっておりましたと。まあ思ってたよりも頭部パーツですね、そこのところの可動域がね広いような感じ。ただここの部分ね動いてくれるのはいいですけど、ちょっと処理的にね結構扱いづらいような感じがするんでね、十分気をつけた方がいいかなと思います。肘関節のここでひねることができますね。なので肩部分のねここのところのロールでねある程度動くけど、もうちょっと外に出したいとかっていう場合はこちらの肘関節でひねることができるって感じになっておりましたね。はい。一応こんな感じのね構造になっておりましたと。はい。で、安定してね立たせるときにはまあ当然だから台座は必須なのかなと。で、その台座に関しましてはクリップとかねないので、直接ねこいつを背中にぶっ刺すと、こっちの方が細くてこっちが太いのでね、太い方向にブスッと差し込んであげる。まあこの部分の構造はねいつもと同じ感じですね。で、ここ収納ケースになってますね。ここに余剰パーツとか入れておくことができますし、あとはここの部分にね塩を刺してあげて、これとこれをねバラにしてあげて、台座は台座、ケースはケースとして使うこともできるというふうになっております。まああとこいつねいつも通りグリグリっと動かしてあげて、角度調整をして背中のところにぶっ刺すと。で、この時ですね背中のところに刺すのはいいですけど、付属のねベルトといいますかね、このパーツが付いている状態だと支柱がねつかなくなってしまいますんで、まあ選択式なんでね、できることなら逆にここの部分を選択式にしてほしかったかなと。こう刺しますか、それともクリップで腰を挟みますかっていう方式の方が良かったような気がしますね。一応ね台座にしたいんで、ここで軽くねお話だけしたいと思いますけど、つけるとねイメージ的にはこんな感じでつけることができましたと。まあこれが入るんだったらやっぱりクリップパーツ欲しいなとちょっと思ってしまいますね。はい。で、まあこのポジションに対して支柱をねぶっ刺してあげると。で、ここの支柱に関しましてはこんな感じでねグリグリっと入れますけど、ここ抜けるんでね、こう抜いた状態であらかじめこういうね
ぶっ刺して穴をね広げておいた方がいいかと。であとはね支柱の方にブスッと戻してあげて角度調整をすることによってこのような感じで、ね、立たせることができますよと。まあこれはいつもとね同じギミックにはなっておりますんでね、まあいつもの通りといえばいつもの通りですけどね、まあこれでしっかりと立たせることもできましたと。でこれとこれをね一緒にしてねケースを下に組み付けた状態でもディスプレイはね当然できるという感じになっております。まあこれが一番いいかと思いますけどね。まあ全体的に大きいといえば大きいですけど重量がねかなりあって股関節部分がね耐えられないからパカッと開いてねここよりも出てしまうということもね今回なさそうなんでね、まあ、こういうふうにまとめておいた方が、まあ、収納としてもねいいと思いますんで、まあ、こんな感じでつけることができましたと。はい、とりあえず基本的な可動範囲それから台座の組み付けやっていったということで次にね表情パーツいってみようかなと。表情パーツは今ついてるやつ以外に3つありますよと。こちらとこちらとこちらというふうに3つねありますよと。で元々ついてるやつが左目線でこれが正面ですよ右目線のキリッと笑顔というふうになっております。口を開けたね方向フェイス的なものがあったらねさらに印象が変わってねよかったんですけどね、まあ、一応このね3つがあります。一応分かりやすくメトジにしようかな。で変え方は先ほどちらっとやりましたけど前髪を外して今ついてるやつを外すと。今回ちょっとね前髪のこの刺さってる部分がねかなり硬いんで十分気をつけながらね取ってあげて選択した表情パーツをつけてあげればこんな感じでね表情パーツの交換ができましたと。うん、いい感じで目線がですね、まあ、先ほども言った通り表情パーツそれぞれね固定されておりますんで他のメーカーになると思いますけどね眼球の交換ギミックとかねそもそも眼球が動くとかねそういうギミックだった方が1個の表情パーツでね目線の交換ができるんでそれもね良かったと思いますけど一応こんな感じでございましたと。であと武器の補助ね腕パーツの交換ねやって終了になりますけど武器パーツの保持に関しましてはね武器がまあこんな感じでありましてでここが刃ですね。まあ武器としてはこういう感じで取り付けると。で取り付けるときには手首パーツがねこんな感じでねありましてこの中でこれとこれですねこのどっちかを使って保持させると。一応右でも左でもね取り付けることができるようになっております。であとここですね抜くことができませんのでまあ頑張ってねグイグイっと差し込んで組み付けてあげるという感じかな。であとはこいつをですねここの手首パーツ引っこ抜く。ここの部分に関しましてはボールではなくね軸になっておりますんで斜めに抜こうとすると壊れますんでまっすぐ引っこ抜く。でこれが外れましたらブスッと刺すだけと。まあこうすることによってねこちらの武器の装備ができましたよと。はい、まあこれもねなかなか迫力があっていい感じ。あとはこいつに変えることができると。でちょっとね今思ってるのはこちらのね公開のワンブパーツに関してはまあここのねロールが効くとかね肘関節が曲がるとかそういう部分に関しましてはねとりあえず問題はないんですけどまあこの可動もあるしっていうのはいいんですけどね手首パーツの種類がこれ武器持ちしかないですよね。こちらのねできればグーパーツとかね平手今ついてるねこちらの通常の手首パーツっていうかねこれと同じぐらいの種類があってもよかったのかなって思いますけどねこれがちょっとね基本的に武器持ちしかないのが惜しいかなとちょっと思ってますね。はい、でまあ買い方に関しましてはね武器を利用するんでね外しておいてここの根元ですねここからジョイントごとね引っこ抜きますよと。比較的ね簡単に抜けますんでねここからポンと取ってあげると。でそれの代わりにねこちらのパーツに変えると。ただこのパーツ先ほどもねやりましたけどここはちょっと動くので入れるときに十分気をつけないとぶつかってね破損もしますしあとはこの辺のね塗装とかがね傷ついてしまう可能性がありますんで、ね、十分気をつけながらこういう風にねつけてあげましょうと。でまああとはね武器の保持に関しましては先ほどのね手首パーツと同様に頑張ってグイッと入れるだけなんでねここのところに差し込んであげましょうと。ちなみにこちらの武器に関しましては鞘とかがねありませんので使わないときにはもうその辺にポイですね。まあ頑張ってここにね取り付けてあげるかなと。はい、苦労の末なんとかつけましたと。はい、一応つけるとこんな感じですね。まあ左右というかね通常の腕とは違う感じになってるんでまたね印象が変わっていい感じ。ただまあ通常のやつに比べてねこちらの走行パーツというかねこの辺が増えた関係でちょっと可動域がね狭くなったりとかねこういうところがね擦れて傷だらけになってしまう可能性がね十分ありますので動かすときにね十分気をつける必要性はありますけどまあなかなかねよろしいんじゃないでしょうかと。全体の可動ですねもう比較的広めですしね造形もよろしい表情パーツも手首パーツの種類もねある程度豊富なんでなかなか良かったんじゃないかなと思います。ただまあやっぱり気になる部分に関しましてはねこちらね上につけてるジャケットっていうかねここの部分がまあ
思ってでもね、広がるのはいいですけどね、広がった関係でね、隙間が大きく出てしまうので、そこをね補填するような感じで中間にね1枚ずつぐらいパネルみたいなのがね入ってて、ある程度穴がね隠れるみたいなね構造だった方がより良かったのかなと。あとはね、今台座の中に入ってますけどベルトですね、ここの部分と支柱を取り付ける部分っていうのがね共通になってる関係で、選択式っていうのがねちょっと惜しいかなと。できることなら背中のベルトはつけた状態でクリップパーツで腰を挟むっていう方式だった方が、まあ両立できたんじゃないかなと思うんですね。あと武器を持っているね、こちらね腕パーツに関しましても、武器持ち用の手首パーツしかないんでね、できることなら平手とかねグーパーツ、それぐらいあってもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ全体的にはねなかなかよろしいと思います。サイズもですね8分の1ということでね、比較的大型なんで迫力があっていい感じだと思いますね。一応今までこちらねアークテックのこのシリーズ今のところ6体ですけどね、ほぼっていうか全部買ってるはずなんでね、今後もね新しいやつが出たらまたね入手して紹介していきたいと思っております。はい、ということで今回ですねアークテックのアーミア、こちらね紹介していきました。はい、ということで次回ですね、次回は以前もね紹介したことがあります HGAC ですね、そちらの G ユニットシリーズをねプラモデルがね新しいやつリタイアされたということで、そちらをね次回からやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。